神殿サクハタへ。よーしちゃったな。神殿サクハタ地区は上川町の北東部に位置し、笠形山千ヶ峰県立自然公園の主峰千ヶ峰の西側山麓にあります。落ち川は当地区の営みの象徴であり、飲料水だけでなく地元産のお米や野菜の品質もよく、名水が湧き出ることから名水の販売や落ち川名水街道自転車下りといった観光ツアーも人気があります。不動の滝には水川の滝、面滝と千南の木、御滝の上下2つの滝があります。梅雨時や長雨の後に訪れると見応えがあり、秋には紅葉を楽しむこともできます。重箱石はその石の形が重箱に似ていることから名付けられました。毎年7月の観音祭りの日には11面観世音菩薩立像と小観世音菩薩立像の2体の観音様がご開帳されます。そして幻想的な灯籠流しも行われます。昔は林業農業で活気にあふれていました。高齢化加速により平成4年から山村留学が始まりました。山村留学は山や川の自然豊かな環境の中で地域の人たちと交流しながら生活します。神殿ふるさと村は総合アウトドア施設です。オートキャンプ場、ロゴコテージ、バーベキューサイトなどがあります。また水の滑り台もあり、子どもさんたちには大変人気であります。当地区は標高450メートルぐらいあり、夏は特に涼しいです。一度おいでください。千ヶ峰そばや山椒の唐川も知られています。特に唐川はテレビで全国放映され注目を集めています。一度ご賞味ください。ふれあい喫茶来ちゃったわ。私たちが営業しているコミュニティ喫茶店です。日曜日と水曜日の午後に営業しています。いつまでも後世に受け継がれていく地域づくりをテーマに、地元活動組織千ヶ峰ふもとでふれあい協議会が設立されています。サクハタ神殿地区では朝晩の寒暖の差があり、そして清流落ち川の冷たい水で作ったお米は大変おいしいと好評をいただいております。お米は地区の宝と思っております。
田植えから稲刈り体験まで作業シーズンを通して体験ができますのでお越しください。団体のお客様やツアー時には田舎料理をご用意しています。千ヶ峰ふもとでふれあい協議会は新田、佐久畑地区に多くある地域の魅力を生かしたいろんな田舎体験ふれあいツアーを始めています。化学肥料を使わず農作物の野菜を作っています。千ヶ峰は標高1006m あり、天気のいい日には明石大橋も見えることができます。手作り、あなただけの味を楽しんでください。大豆を煮るところから仕上げまで体験してください。お菓子作り、田舎ならではのお菓子作りをしませんか。かしわ餅作り、お餅作り、おかき、おはぎと時期によって作るものも変わります。地元で採れた藤を利用し、さまざまな藤細工を体験していただけます。草木染め、季節の草木で染めましょう。生芋から作るこんにゃくで天下一品。生芋を潰してこねるところから体験できます。千ヶ峰のふもとでゆったりした時間の中、人情味あふれる競技会の各種体験にぜひお越しください。お問い合わせは千ヶ峰ふもとでふれあい競技会上川町地域交流センター内事務局までお願いします。上川町新田佐久畑へお待ちしています。